あ、乗れた。はい、じゃあ、お願いします。いらっしゃいませ。どちらまで行く？じゃあ、新宿まで。あ、わかりました。てか、どうやってアクセル？あ、これだ。オッケー。R2 っすね。はい。あれ、なんか、し、ん？シルバーバンガロー。どういう、あ、エリアのか。おー。でもまあそんな難しくないね。これって、はい。引いた時のポイントってお互いに入ってくるんですかね？ああ。二人入ってるから、そういうことなんですよね、きっと。そうでしょうかね。え？開けろよ、早く。せっか到ちなん着。だから。はい、5000円です。高っ ぼったくりじゃないですか。これを持っこいつらくすってしまうぞ。ああ。こ急げよ。あ、こいこつれらをく燃すやっすて。のか。あ、そういうこと？あ、でもなんか違う。ウリュウさん、ここになんか OK みたいになってますよ。あ、本当だ。これで OK？ ありがとおお、燃やしてる。まあ、さっきの話に戻るんですけど、はい。タチアンさんはどんなゲームが好きなんですか？ああ、もう僕はね、本当に、ロールプレイング好きだったんですよ。本当に昔から。だけど、最近はそれこそさっき言ったグラセフ、あ、最近、グラセフはもう最近じゃないんですけど、グラセフとか、セインツローとかやりますよね。それちょっとなんか、あれですか、ファンキーな感じのゲームああ。が好そうできすなんですね。か？あ、あと俺は好きなのは、竜が如くとか。ああ、いいですね。はい。もう、全部やってますよ。あ、全部やってるんですか？はい。俺は、あそこまでですね。沖縄編って3まで、3でしたっけ？そうだったかな。3だったかな。ちょっと待ってくださいね。え？ 気になってきた。気になってきた。確か3ですよ。3ですよね。そうっすね。そう、3まではやったことあるんですよね。ああ。泣きましたね、俺、3。え、マジっすか？うん、気づいたら泣いてましたね。ああ。あ、でもね、本当に、泣けるゲームって俺すごい好きですよ。ああ。感動できるゲームというか。心が優しい方なんですね、タいチやいや、俺、本当でも僕、涙もろいんですよ。アン。あ、そうなんですか。そう、だからすぐな、なんで、涙腺緩いっちゅうか、年取ってきたのかわかんないですけどね。でも年取ってくるとそうですよね。はい。自分も結構すぐ泣いちゃう方なんで。本当ですか？はい。っていうか、俺ら何やってじゃあ、クエストもう一個いきますか。あれ、なんかもう一人受けなきゃいけないとかな。そうですね。マイクともう一人。はい。テイク2。テイク2。テイク2。ちょっと、ね、諸事情によりね、なんかね、ちょっと、テイク2になっちゃいましたね。そうですね。はい。申し訳ないです。まあ、ちょっと休憩してたっていうのもあるんですけどね。そうですね。はい。よし。じゃあ行きましょようか。し、行きましょあ、大丈夫か。こいつ、ドミニク言いましたよ。いや、ドミニクだ。このアンテナでは島の外まで電波が届かない。信号増幅器が必要だ。近くの灯台に信号増幅器があるはずだ。俺たちじゃあの連中相手に1分と持たないが、お前なら取ってこれるだろその簡単そうに言うけどさう。
だけ早く取り戻してくれ。な、一言だよね。一言ですよ、本当。あ、結構遠いっすね。ああ、本当だ。じゃあ、車で行きますか？行きますか。どうしますか？運転しますか？いいんすか？俺に任して。あ、じゃあお願いします。じゃあちょっとグラセフで鍛えた運転技術を。いや、でも、昨日、ちょっと、あ、昨日、ん？そこの前、ちょっとプレイしたんですけど。はい。やっぱ楽しいっすね。いやー、いいですね。僕も、ね、多分明日来ると思うんですけど。はい。仕事明日忙しいんで引き取れるかどうかが。あー。あ、ね、ゲーム屋さんとかで買ったわけじゃないんで。あー、なるほど。はい。あ、そしたらもう、あれですか。直接取りに行く感じですか。いや、あの、センターに。あの、普通に、なんだろう、なんかで来ると思うんですけど、普通に、郵便じゃねえや。メール便かなんかで来ますよ。お、レベル上がった。あ、上がりました。あ、はい、いや、やっぱりあれなんですね。2人に入ってるんですね、ポイントは。ですね。じゃあ、運転してる間にグリズさんが、僕はちょっと能力上げてるかな。あ、スキルですか？はい。あ、こっちかな。あ、こう。あれ、逆じゃないですか？あれ、あ、違いますね。レベル上がるってことですね、したら。そうっすね、これ楽だな。ですね。え、さっきタチアンさん、そういう RPG とかが好きだっていう話してましたけど、はい。その RPG の中でも、こう、これは好きだなっていうのはあるんですか、やっぱり。あ、やっぱり、いや、本当に今やってるファイナルファンタジーですよね、僕は。あ、そればっかりやってたんで、本当に。まあ、それと、まあ、ドラゴンクエストとか、そんな定番のやつですよね。あ、面白いですよね。でも面白いですね。もう、子供の頃とかも、一日中やってましたもん、自分。いや、本当ですよ。え、ちなみに、はい、FF ドラクエだったらどっちなんですか？あ、僕は FF ですね。ああ。うん。あれ、こっから歩きか。こっから多分この中に入るんじゃないですかね。あ、こいつに話しかけるの？あ、違うか。あ、なんかこっちにも人いっぱいいますよ。この人めっちゃ千葉真一に似てる。ちょっと、ちょっと。似てないっすか？似てますよね。なんか、ちょっと確かに雰囲気が出てますね。これわかんないよね、若い子は。よく関根勤さんがね。ジェームスが話をしたどこにやったかな。あ、なんか人いっぱいいるな。いますね。はい、あ、ここは安全ってことか。こっちか。あ、あ、ちょ、あ、なんか黄色に変わった。ジェームスは灯台の上にいる。あ、ジェームスは灯台の上にいる。会いに行け。まずジェームスに会え。彼が責任者だ。まずジェームスに会え。ジェームスは灯台の上。上に上がらなければいけない。どういう風に上がるんだ。おっと。あ、なんか。そんな風に忍び寄るな。頭を吹き飛ばすところ。ここで商売を始める。乗れる車は黄色いなんかハンドルみたいになってますね、マップで。ああ、ほんとだ。え、どこ行くの。あれ、多分このあの上ですよね、灯台のこの中から行くのかな。じゃあ、え、でも、あ、これか。あ、これだ。あ、行けた、行けた。生きてたのか。え、あれ。あれ、ちょっともう一回戻りますね。ここですよ、後ろ後ろ。あれ、どこ、この扉。あ、扉。あ、やっぱりそう、いいんだ。嘘だろ、生きてたのか。生きてたよ。
君があいつらに噛まれたのを見たぞ。え、これで話しかければいいのか。ジェームズだ。初対面だが、私は君を覚えている。私とシナモイは意見の相違があった。なんかこのジェームスの声すごいエコーかかってる。私は脱出したかった。なんで？だから脱出した。今は助けを呼ぶため、東大から信号を送る準備をしている。君の助けが必要だ。OK。断れないよ。我々と一緒にこの島を脱出したいなら、まず仲間と話せ。皆を手伝ってくれ。ああ、出た。お使い。出ました。あれですよ。まず、みんなの話を聞いて、はい、手伝ってあげてくれって言われました。え？ここにいるみんなの話を。マジっすか？俺たちはシナモイ。じゃあ、こいつの話聞きますよ。助けを信じてじっと待つなんてごめんだ。やばい、ハマった。もっと積極的に行動しようと。あ、やばい、これ。マジっすか？ちょっと待ってください。あ、オッケーオッケーオッケー。ああ、よかったよかった。犠牲になったんだろう。ジャンプ連打したら脱出できます。脱出できます。軍隊が救助に来た時に知らせる手段がなかったらまずいだろう。ちょっと気をつけないとダメですね。引き上げ作業に興味はないか。今日もね、マッチングするのにね、どんだけ時間かかったか。そうっすね。マッチングでこんな時間かかるゲーム俺初めてですよ。お前を真っ先に逃がしてやるよ。なんかね、違うとこに俺マッチングしに行っちゃったし。そうっすね。全然関係ない人とね。はい。なんか俺変なマークが出てんすよね。あ、なんすか？出てないっすか？なんか変なくるくる回ってるテープの。あ、それ多分僕今ボイスレコーダーっての拾ったんすよね。あ、じゃあ今なんか録音してるんすかね。いや、多分それを、え？なんだろう。そういうことじゃん。え、なんかどっちしかも。え？頭を吹き飛ばすところだったぞ。え？どこに行くんですか？落ちた？あ、ちょっと待ってくださいね。あれ？あれ何のクエスト出してます？俺もそれ表示しとかないとダメですよね。あ、そっか。え、どれやるんだろう？東大復旧？あ、あ、でもオンエアってやついいんじゃないですか？オンエア、ああ。東大の、はい。保管庫の中に入る方法を見つけるってやつ。そこに向かえばいいんですかね、じゃあ。これを選んだらどうなるの？今、オンエアですか？選んだら。はい、選びました。知ったらこの中か。あ、この奥？これ話しかけたら、何なんだ？あれですね、ミッション変わるのやだな。そう、動け。ジェームスと一緒に東大に行った。明かりを使って SOS の信号を送るためだ。だが電源に異常がある。マーカスは東大に電気を供給している2つの変圧器を調べに行ったが、戻ってこないんだ。何が起きたかを調べて電源を回復させる必要がある。君なら奴らに対抗できる。助けてくれないか。戻ってこないとか言って。いいぞ。もう絶対いるじゃん。オールドマンガローエリアの北側にある。電源が回復したら保管庫に入れてやる。ゾンビフラグが張ってます。俺はダービーだ。いやー、さっきみたいなあんでかいやつ出てくんじゃないですか。あー、やだやだ。え、それでここから多分外に出るんですかね。え、でもなんか、はい、あのマップのところに何か書いてないですか？赤いやつですよね。はい。でも距離的に多分外なんですよね。190メートルぐらいですよね、距離が。あ、え、俺18メートルとか書いてますよ。え、あ、今話しかけたからじゃないですか。違う。ああ、俺はそうですよ、あの話しかけましたよ。あ、そいつ、あ、そっか、それをやらなくちゃいけないのか。オンエアですよね。いや、オンエアじゃないですよ。え？今、グリーズさん選んでるオンエアじゃないですよ。あ、ほんとだ。
あれなんで俺ちゃんと今話しかけたからですね。ああそっか、はい、そういうことか。すいません。いえいえ、もうねお互い様です。でもこいつになってんだよな。あ、これ？あ、違うな。あ、でもあれじゃない？こいつのクリアしないといけないのかな？あ、そういうことか。あ、なんか分かりづらいな。じゃあさっきの。そしたら？じゃあ東大復旧にしますか。そうですね。はい。